イクエーターは日産自動車が製造し鈴木が販売していたミッドサイズピックアップトラックである。2008年のシカゴオートショーで初展示され2009年モデルとして2008年末から発売された。鈴木と日産の相互供給により2005年モデルで登場した D40 型系日産フロンティアが鈴木に OEM 供給されることになった。 鈴木としては、マイティボーイ以来、約20年ぶりとなる、久々のボンネットトラックである。シングルキャブは設定されず、2ドアのエクステンディッドキャブと4ドアのクルーキャブの2種類が、用意され、クルーキャブの 4WD では、ロングベッドも設定。エンジンは、日産製 2.5L 直列4気筒の QR25 デッド 4.0LV 型6気筒の VQ40 での2種類。 トランスミッションは5速 MT と5速 AT で、フロンティアにある6速 MT の設定はない。基本的には、フロンティアと同じ車であるが、フロントがやや丸みを帯びたデザインとなり、フロンティアよりも全長が若干長くなっている。2012年12月、四輪部門の北米市場、撤退により販売終了。イクエーターは、英語で、赤道を意味する。ありがとうございます。